い、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、秋の月17日目。ふう、なんかあれだよね、1日目にさ、1日目っていうか、あの巻いて、人参の種を巻いてすぐに私肥料をやったんやけど、なんかあの赤っぽい感じになっとってね、肥料で。あれ、なんか次の日にはさ、全く赤っぽいのなかったんやけど、あれかな、土の中に吸収されたんかな。ちょっと仕組みがいまいちよく分かってないんだけど。あ、私なでしこ収穫して新しく植えてないや。お、やったね、さつまいもがまた出来上がったよ。イエーイ。ちょっと待って、え、てかさ、私前に作ったフライドポテトがさ、あれ、なんか料理の説明文のところにもさ、じゃがいもがどうたらこうたらって書いとったんやけど、私全然さつまいもでフライドポテト作ったんやけどさ、あれはどうなん、それはありなの。まあでも作れたもんね、しょうがないよね。あ、そう、これ今秋の月17日で、次の日、明日にあれやね、お月見が確かあったはず。ちょっと、はい、明日お月見やね。楽しみにしとこ。はい、それじゃあちょっと今収穫して、とりあえず収穫した分、全部ではないんやけど、間違えた。12個。はい、出荷しまーす。オッケー。ちょっと待って。ココアやー。違う、抱えた。違う。なぜココアの前でさつまいもを食べる？そうじゃなくて。よし、はい、よし。よしよし。ちょっとね、動物たちと触れ合っておかねば。ねえ、ココ。よいしょ。あれやんね、建物に入って出るたんびに、めっちゃ虫とか変わるよね。はい、そして、はい、おやつもどうぞ。オッケー。あれ。で、卵を回収して、あれ。はい、卵を。あ、びっくりした。回収できんと思った一瞬。ボタンを間違えてた、思いっきり。で、はい、残りの鶏の餌を入れてく。オッケー。さあ、それじゃあ、あとは野生の動物たちを回っていきますか。とりあえず、小猿ね。さあ、お猿さんやどこだーい。あ、おったおった。どうも。よし、よし。猿もうそろそろあれじゃない？結構いい感じに。もう、どこや。あ、クマも4や。クマももう、え、なんか、あんまさ、こう、ハート、よしよしとかしよるときに出てないなって思いよってんやけど、え、意外と普通に好感度めっちゃ上がりよんやね。よかった。なるほど。ちょ、あの、見た目にはあんまり電タイプ。クールな感じなんやけど、喜んどんやね。よかった、よかった。でもそれならね、小猿がもうそろそろ、ハート5になってもいいと思うんやけど。朝の散歩中？どうもどうも。熊があんなね、散歩しよったらビビるけど。のび太は平気なのね。めっちゃ撫でよるし。さあ、あとはリス。お、おった。よしよし。かわいいなあ、もう。後ろにちょっと倒れそうな感じ。超かわいい。さあ、で、うさぎはビーナが。ビーナさんが来てから行くとして。あとは大丈夫そうかな？いやね。じゃ、とりあえず、シーゼンタウン東へ向かいます。お願いしますわ。何？ナメコはお持ちじゃありませんか？恥ずかしながら腹が空いてしまって。腹が空いてしまって。ほんの気持ちですが、メロンをお譲りいたしますわ。やったー。まあ本当に？冬の月1日までに必要なので、よろしくお願いしますわね。
なめこ？なめこってさ、ここに生えてないっけ？あ、違うやつか。あの木に生えてるのは何だった？全然違うかもしれん。これは何？キクラゲだった。あれ？なめこ？この辺。違う、リス。リス、全然違う。あ、ってことはないんか。料理せんとないとかかな。まあ、一応なんか引き受けといたけど。秋になったね。てかもうすぐ冬だよ。まあ、あっという間に冬がやってくるよ。さあ、それじゃあまたシーゼンタウン東。お、ちょみみこや。よしよし。よしよし。今日も元気かい？かわいいなあ、まったく。あ、どうも。朝早いんだね。そうかな。あ、でも、そうでもないよ。え、急に2階。それは確かに困ったな。もうどうしたらいいの？何、部屋にまで上がり込んどるやん。どうした？あれ？二人ともどうしたの？のび太じゃないか。実は。またパパがコロボックルを探しにね。あ、コロボックル探しに今出て行ったんかな、もしかして。エティさん一人でずっと留守番をしてるから、最近エティさんも疲れてるみたいなんだ。私も頑張ってるんだけど、やっぱりパパに戻ってきてほしいな。それに最近パパがますますいなくて、パパとママがどんどん仲が悪くなってるの。確かにパパの行動は最近変だけど、パパとママには仲良くしてほしいの。なんかパパパパ言いすぎてちょっと言いづらいんやけど。ティラルちゃん。きっと大丈夫だよ、ティラルちゃん。僕にはネラルさんがそんな悪い人には思えないし、きっと何か訳があるんだよ。多分コロボックルを見つけて、なんか店を手伝わそうとか思ったんじゃない？そうだね。うんうん。きっとすぐに仲直りできるよ。ありがとう。二人ともありがとう。私は店場に戻るから、二人はゆっくりしててね。ゆっくり？誰もいない家でゆっくりさせられてもね。とは言ったものの、ね、まずはネラルさんの行動の原因を突き止めないといけないな。そもそもコロボックルって本当に存在するの？確かに。この辺りの絵本や昔話には必ずと言っていいほど出てくるんだ。それが実在する決め手にはならないけど。コロボックルを見つけるとどうなるの？実は。それが書いてないんだ。ほとんどの場合、コロボックルの生活や、コロボックルの親子の話が本の題材で、人間の生活に潜んでいたり、人間にいたずらしたり、仲良くしたり。そんなお話さ。本当に妖精みたいな存在なんだね。確かに絵本出てくるだけの存在にしては、やけに詳しく書かれてるのも多いんだ。いたらワクワクするけど、僕は見たことないからなんとも。そっか。そうなんだ。ネラルさんは本当に実在しない妖精を追っているのかな？あそこまで必死なのを見ると見つけてほしいよね。まあ、おるんやとしたら見つけてほしいよね。じゃないと、ただの時間の無駄。それに早く見つけないと、エティさんもティラルちゃんも困ってるし。僕たちで何かできることがあればいいんだけどな。そうだね。なんとかしてあげたいね。もしもボックス。もうもしもボックスを使った時点で嘘なんやけどね。もしも本当にこの街に妖精がいたら的な。そういえばドラえもん出かけとったっけ？あれは？ヤーメイさんは？おらんわ。全然おらんわ。なるほどね。コロボックルか。見つかるかな。え、スネ夫どこ行ってるの？よう、のび太。芸術な季節だね。で、のび太には難しいかな。そんなことないけどさ。え、チョチョさんに何か用なの？スネ夫。あ、この時間はまだ空いてないんか。てか今日、営業日？レシピとか買いたいんだけど。あ、空いてる空いてる、土曜日。か、ちょっと待って。うん、オッケー、寝よう。店の前では寝るなと。何時からやっけ？とりあえず12時からやった？ 13 時にしたけど。よっと。はい、おはよう。あ、スネももう戻ってきとるね。どうも。いらっしゃい。もぐ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 。あ、何か買うの？買います。調理器具はもうない？あー、ないんやね、やっぱり。よし、それじゃあ。レシピを買います。茶碗蒸しのレシピ高くね？めっちゃ高いやん。どうした？キッシュ、ピザ、
りあえずピザ買います。はい、買います。ティッシュも買っとこうかな。よし、オッケー、ありがとう、また来てね。もぐもぐ。レシピって何個ぐらいあるんかな。ちゃんと終わりはあるよね。そこなかったらあれやし。こんにちは、のび太。まだまだ日は高いぞ。あ、おったビーナさん。どうも。お腹空いたわ。そんなことない？いや、お腹は空いたよ。私もお腹は空いてるよ。ビーナさん、お腹空いたっていうよりさ、なんか、キクラゲとか食べる？そのまんまは食べれんかな。とりあえず、じゃあ、じゃあ、茹でてないけど、ほんと茹でてないけど、卵とかどうすか。はい。ありがとう。でっか、卵でっか。どんなでかさって感じやんねん。そう、シーフィーさんの方もね、有効度を上げたいと私はずっと思ってるんだけど、なかなかこっちに来ることがないんよね。あんなに一生懸命カジキ釣り寄ったのに。え、おらんし。何してるの。春の日は釣りに決まってるわ。のび太も釣りしよう。釣りね。そっか、今晴れてるのか。なんか釣れる魚変わっとったりするかな。どうの釣り竿。さあ、久々の釣り。何かおいで。料理とかに使えるような魚もおるもんね。ちっちゃ。いや、ちっちゃくてもいい。おいで。はい、来たー。なになに。サバやサバ、あれやない、塩サバとかできるんやない。あ、でも塩買わんといかんのかな、もしかして。そこはやっぱり塩を買わなくてはいけないんですかね。ちょ、待って。シーゼンタウン東。調味料。調味料が売り寄るぐらいやけんね。必要なんかも。ね、塩ある塩。料理を買う。料理を買うんじゃないの。え、作物を買うか。塩とかはないな。スパイス？いや、別に違うんかな。塩いらんのかな。焼くだけで大丈夫。焼きサバできる。わからん。ちょっと家帰ってみよう。あゆな牧場。なんかロコットさんおるみたいやけど、どっか歩きよんかな。はい、それじゃあ。レシピで作れそうなの。マヨネーズはまあ、あれやけん。あれやけん。普通に自由に作ろう。じゃあとりあえず濃い、いや濃いではない、サバとフライパンかな。鍋、フライパンにしとこ。魚焼き器みたいなのないの。ないんかな。なんか、こう、作れる確率みたいな、出してほしくない？錬金術のやつみたいな。失敗。失敗作ってさ、何円で出荷されよん？ゼロ？何かしらあるんかな？多少手は加えたつもりなんやけど。じゃ、キクラゲ出荷しとこう。んで、はい、まずそうな料理。まずそうな料理にも一応星はつくんやね。どういう感じなんかわからんけど。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、そうやね、魚とかそういうのも釣って食材を増やしていかんといかんよね。料理が料理が進まねー。小麦の種も欲しいし。